はい、どうもことです。今回はね、ワンオクロックのスタンダードフィットインの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングの、BPM が126ですね。はい、じゃあ早速解説をしていきます。はい、この曲なんですけど、かなりシンプルなんで、リードもバッキングも結構簡単にできると思います。じゃあ早速リードからやっていきます。ごめん、ちょっとギターだけで弾くとかなり地味なんですけど、これ多分解説いらないですよね。めっちゃ簡単なんで、下にタブ札すんで、はい、はい、特に気をつける部分は、まあリズムぐらいですかね。まあ、シンプルがゆえに、結構ごまかしが効かないんで、しっかりクリック鳴らして練習してください。前面通してこのリードパターンが続きます。はい、じゃあ次早速バッキングいきます。音源だとアコースティックなんですけども、まあ一応あるんですけどね、あんまりガシャガシャ弾くとちょっと近所迷惑なんで、ちょっと今回エレキでやります。はい、ここなんですけども、 Am、 E、 B です。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わります。かなり短い動画かもしれないですけど、まあ、かなりシンプルなんで、初心者の方にもおすすめです。はい、じゃあよかったら下の概要欄に各種 SNS のリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。あと、解説してほしいリクエスト曲とかあればどんどん、コメントの方にリクエストお願いします。じゃあ最後にまたチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。